ゆずちゃんでございます。ももちゃんはおねむね、おねむでございますね。今回はリード選びでございます。はい、まあ、私の個人的な意見のおすすめでございます。はい、まあ、メーカーとかは好きなものを選んでいただいて結構です。今一般的に主流なのが首輪のタイプだとか、こういう童話のタイプですね。はい、クン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 、はい、クンクンさんね。でこういう、あと伸縮リードのタイプなんでございます。クンクンさん、はい、いいですか。はい、 OK ですね。はいチェック OK ですか。はいね、でこの中で、まあ、どれがいいのという話になってくるんですけど、まあ、特に初心者さんの方はですね、首輪選んでください。必ずこれが一番やりやすいです。これが一番効果があって一番やりやすい、特にしつけの関係とかですね、一番効果が発揮するのが首輪です。はい、これが一番いいですね。一見これ首輪ですね、やっぱりこういう人結構いるんですけど、首輪だとやっぱりこう締めちゃって苦しくてかわいそうじゃないのって思う方いらっしゃると思うんですけど、そうじゃないですね。首輪をじゃあ買う時とか選ぶ時にですね、ちゃんとサイズ合わせますね。びっちりタイプは苦しいです、それは締まってますからね。そうじゃなくてちゃんと選んでですね、その時にこう、こう調節して、で 2,3 本指が入るかどうかこうちゃんとやって、緩やかになるかどうか、試すわけですね。試すわけです。はい。だから苦しくないんですよ。ね。で、まあ、効果の話に戻るんですけど、で首輪をですね、つけるときちょっと注意してほしいのが、こう、体の近い方に首輪をつける人いますけど、これだとあまり効果がありません。ありません。ね。できれば頭の近くに首輪をつけます。この辺あたり。もう上すぎないって思われてもいいぐらいです。ね、これぐらいにつけるわけです、ね。はい、でこの状態で例えば散歩行きます、ね。ワンちゃんによってはこう拾い食いを しようとしたりとか、他のワンちゃんにこう向かっていったりするっていうですね、まあ、一見、まあ、悪いことですか、はい、そういうふうにしようとした時にですね、こう力任せに初心者さんの方はダメってこうやって やろうとすると思うんですね。まあ、ある程度いろいろこう知識つけている飼い主さんでしたら引っ張り方とか分かってますけど、わかんない場合はちょっと力任せに引くわけです。そうするとですね、こうやっぱりこうここに設置してますので、脳が揺れるわけですね。こう脳がパッと引っ張られるとダメってこうブッと揺れるわけです。脳がぐるっとぐっとくるわけです。はい。ね、閉まってないんですよ。まあ、閉まるタイプのものを買えばまた別ですけど、普通の首輪でしたら閉まりません。ね、クッとこう脳が揺れます。ここが効果がものすごくあるわけですね。ワンちゃんっていうのはですね、例えば食べ物だとか、あ、なんか犬がおるってなると、要はこうもう全神経、もう頭のもう回路がないから、まあ一点集中型になるわけですね。あいつだとか、これだってなるわけですね。で、この時に、まあやっぱりやめさせる時に、一番効果があるのが、こう首輪こう引っ張るんですね。そうすると、ここ脳が揺れるわけですね。ふっと揺れるので、まあ、そんなに強く引っ張りませんからダメージっていうのはないんですけど、ふっとこう揺れることによって、まあ、我に返すっていう効果がね、得られるわけです。ですからこの首輪が一番おすすめでございますね。他のこういうハーネスタイプですと体についてますね。でワン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 、あいつだあいつだ、これだ、食べ物だってこう向かっていった時に、童話ですから童話で引っ張っても、こう、体が揺れるだけですね。ね。脳はあまり揺れない。だから、あまり考え方っていうのは変えにくい。ね。下手したら、ワンちゃんによってはね、なんか体が揺れてるだけで、なんだなんだっていうだけで、気にせずにどん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 前に向かっていったりとか、それに向かっていったりしやすいわけですね。はい。ね。で、あと、このハーネスタイプのものですと、ね。ハーネスタイプのものですと、ここが細いです、基本。この紐の部分がね。はい、で常に張ってやすいです、これ、ね、この張っている状態っていうのは本当はよろしくなくて、飼い主さんが不安になったりとかね、緊張したりすることがですね、すごく伝わりやすいです、これピンとなってるとね。そうだな、飼い主さんが散歩し一緒にしてる時ね、これ一緒散歩してる時に、こうハーネスタイプでピンピンってこう引っ張ってる、常に張ってる状態のものですと、
例えば飼い主さん、がね、まあ、あのワンちゃんいつも吠えてくるなとか、やだなとか、こう思う方いらっしゃると思うんですよ、無意識にね。それが伝わるんですよ。ね、不安になっちゃうと、その考えっていうのが伝染して、自分のワンちゃんもついに伝わるわけです。すごく伝わりやすい。ね。だからこういうタイプっていうのは、やっぱり選ばない方がいいです。これはもうスポーツいうタイプのリードとして考えてもらった方がいいです。ね。アジリティとかやるときに使う。ね。普段のしつけ用の、で、使うっていうのは、ちょっと考えを変えた方がいいかもしれません。はい。ね。で、この童話のタイプのものもですね、ある程度散歩がワンちゃん分かってきたよっていう方は、これに変えても OK かなと思います。ね。私のこの動画のチャンネルのね、このチャンネルの動画の最初の時は、ゆずちゃんこれしてません。これじゃないです。ね、首輪でちゃんと練習してます。そういう風景、ね、出てます。まだゆずちゃんが、半年とか、1年未満か、1歳未満か、ね、そういう時の状態はもうハーネスついてません。まだ。ね、ある程度ゆずちゃんも散歩分かってきてから、こういうハーネスタイプに切り替えて、これを使って自転車で発散させたりとか、そういう風にですね、状況状況によって、分けてます。で、普段は皆様方にはこういうハーネスタイプで見せてますけど、今もこれ使ってます私、自転車全く使わずにですね、普通に歩いて、しつけを兼ねて散歩する場合はこれを使います。これを使います。今でも使います。で、もうこの伸縮リードのタイプは私も一切使ってませんので、まあ、すごい新品同様ですね。まあ、ある程度アジリティもですね、今やってるんですけど、ゆずちゃんがね。で、だいぶ、クラスも上になってきまして、こういう細いタイプで、ものすごく軽いタイプを使ってますね。結構上のクラスのアジリティはですね、もうリードとかこうつけずに、もうノーリードでやるのがもう当たり前クラスになってくるので、それの、まあやっぱりこう補助的なものですね。はい。つけてないっていう感覚が得られるリードです。はい。ね。こういうもう細い長いタイプのものですね。つけてても本当にこう、つけてない時と同じ効果が得られる。わけですね。そういう時に使うので、今はこれを使ってます。はい。ね、ご参考になりましたでしょうか。ね、リード選びで困っている方ですね。もしくは今、リード一つしか持ってないよっていう方はですね、ぜひ首輪を選んでください。ね、複数個持って見える方ならわかると思います。一番すごく効果が得られる。まあ、しつけの部分でね。しつけの部分で一番効果が得られるのはこの首輪です。ね、いくつか持ってる方ならもうわかるはずです。はい。ね、ご参考になりましたでしょうか。ね。さあ、次回もぜひね、ご覧になってください。君たちは今からご飯にしましょう。さあ、はい。また、バイバイ。